今日は母ちゃんからお小遣いをもらったぜ。前から欲しかったキューレンジャーの人形を買いに行くぜ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ドレスの魚屋さんです。美しい店長と美味しいお魚はいかがでしょうか。どうですかお客さん、私は美しいですか。はい、最高に美しいです。ドレスが美しいの、それとも私が美しいの。ドレスも美しいですが、それよりもあなたの方が美しいです。ありがとう。ではお魚を売ってあげましょう。ありがとうございます。そこに美味しい魚がいますから持って行きなさいね。私はお魚触れないの、ぬるぬるしてるし可愛くないのよね。さあ持って行って。わかりました、持って行きます。美味しい魚を売ってくれてありがとう。可愛い魚屋さんだったな。またお小遣いを貯めて魚を買いに行こう。ってしまった、キューレンジャーの人形を買うんだったのに。キューレンジャーの人形が欲しいし、やっぱりこの魚を返してお金を返してもらおう。すいません、ドレスの魚屋さん。あ、服を着替えてる、かわいいな。どうしたの八百屋ボーイ、美しい私を見に来たの。はい、最高に美しいです。ごめんなさい、今日はもう店じまいよ。家帰って宿題でもやりなよ。そうなんですか。ボーイ、明日も魚買いに来てね。でも、もうお小遣いがないんです。お金はお母ちゃんのお手伝いをしたらもらえるでしょ。今からお手伝いやってきなさい。はい、わかりました。母ちゃん、俺お風呂洗いもお皿洗いも全部やるよ。美味しい魚を買いたいんだ。お手伝い頑張って、八百屋ボーイ。チャンネル登録お願いします。